北のゆうくんありがとうなんかさ嫌なのちょっとそうだよツインテールココちゃんやでお花そうとってもこんばんはねここがさ私は気に入らないよなんかここにあるんですよなんかまあいいやこんばんはイエーイありがとうございます今日も可愛い,いありがとう <laughs> ワンテール <laughs> そうよ これさ、もうぶチって切れたら、もうワンテールで今日は配信を始めますねはよしいい感じおしい。なんかもういいや、もうこれはもう気にしないでよし、みやはありがとう。はい、ありがとうございます、とってもっとってもこんばんはそうだよ、ここちゃんは岐阜だよ、もう永遠に岐阜だよ <laughs> ぎ、ぎぎぎぎ,ぎ、ふふふ,ふ はいありがとー <laughs> か,か,かわいいありがとうございますなんかさこんばんは今日はアンテナ、今日はアンテナないぜアンテナはございませんゆうぼうさん、かわい,いありがとうございますイエーイ。今日もプリンセェクなんだおいおい、じゅんじゅんそう、今日はね、ピンクのお服です ありがとう。あ,あ、いっぱいギフトありがとうね。しげちゃんチューリップありがとう。よぼうさん、ハートありがとう。で、きよさん。きよ、ありがとう。こんばんはありがとう。ふふ。ありがとうございます。23歳。そう。今日はピクミンがない。けいちゃんハートありがとうございます。ふん。そう。ふ <laughs> ん。しんさんありがとうございます。シャンさん。 ありがとうございますファイトスタッフラミングズボンじゃないよあれはねまだねまだねあの使用する気分にはならないめっちゃ雷になってるえ全然何もないよなんかね静かとっても静かそうアクシズリーがおしゃれやねそうだわよじゃあスキッピースキッピーそうだよこんばんはなんか打ち首だな遅れたって打ち首だぞ ピンク似合うありがとう。ん<ー>まま,ままま。。名古屋は雷落ちた。雷落ちて大丈夫か元から元,元彦さんありがとう。ゅんじゅん、ありがとう。そうそうなのよ。みんな雷には気をつけておくれ。みんな雷には気をつけておくれ。じんじョンありがとう。なんかねいや。やっぱ岐阜は静かよね。岐阜は静かよまだ。みんなは 大丈夫かいうんこっちは可かわいいえかわにもうめっちゃ土よゆうぼうちゃん土そう関東は明日大雨関東あっちの方かあっちは関東こっちも関東ありがとうございますお父さんさくまありがとうございます <laughs> そう牛フ <laughs> でもそうだよ あなたの周りが何ルンるルんンん,ん,んの周りは雷が鳴ってる。しげちゃんとかありがとうございます。<laughs> 関東はあっちですかあっちですかわかりません。そう。<laughs> 関東アイあココちここちゃんのカード引いた。本当イエーイ アイドルライズココちゃんのカードえなんかあ初見さんこんばんはたけしゃんこんばんはなんかえっと忘れちゃったココちゃんのカードをねぜひ引いてほしいんだ <laughs> ねっあっちかなそっちかなあっ雷鳴ってんのかななんか傷 聞こえないね雷でももうすぐ雷がきますねきっとゆうきユさんありがとうえココちゃんのカードゲットしてくれたのありがとうございますたっつん団子ありがとうりけいちゃんハートありがとうそうコナさんこんばんはこんばんはココちゃんのカードココちゃんも当たらん こんばんは。ココちゃん、はーい。ヘルプミーやん。ね、あのね、なんか、ココちゃんは、あの、あれなのよ。なんだっけ。そう。ギフに近いあいつやか雷。もうん、やばいですね。なんかさ、あれなのよね。なんかね。ありがとう。かわいい、ありがとう、よガさん。シャイさん、ありがとうございます。すあのさ、大富豪のカードをきょちょっと引いたんですよ。そしたら、 出なかったここちゃんのカードなんか大橋まこちゃんばっか出るんですけど運命なんか大橋まこちゃんのカードとかって感じ家揺れたんだがえっやば大丈夫ですか家が揺れたんだって雷が落ちたからえっ今ねあのダイヤのかけらみたいなダイヤのかけらがねたまっちゃったからもう絶対これはイチオシガチャまで待ちますここちゃんはねあけケイちゃんありがとうございます そう運命なんですよねおつまこカードを絶対に引くんですよだからこれは運命だな <laughs> そうあのねあれですよそう星のかけら星のかけらやんあれ違ったわダイヤのかけらがたまっているのでもう単押しやないわあれイチ押しガチャまで待ちたいと思いますね <laughs> みんなも待とうね ここちゃんのおしガチャを引いておくれえー、だから今ねとっても貯まってるのあのお金がコインがこんばんはそうお金が貯まってるのでちょっと待つねこれはそうおつまこ絶対出やすいと思うなんかすっごく出やすいって感じがするふんけちゃんありがとうココナさんのカード10枚も持ってるのすごいね今のさ 服結構可愛いとと思思ううんだ漏れてると思うなんか今のガチャは結構漏れてるねん <laughs> だからそうぜひゲットしてでっけんここちゃんのカード3枚しかないいやよ一押しガチャしか回さないでもそれが一番正しいよね なんかさもうまた待ちきれなくてさちょっと引いちゃうこともあるんだけどねレインボー宝箱開けるとどんどんなくなるあ確かにレインボーの宝箱さめっちゃなんか鍵買わんとかやろう難しいあれはとっても難しいよ <laughs> えうんあのイチオシガチャを引いておくれ けちゃん本当にありがとうでスケモンがバラありがとうひまわりここなさんも宝箱から出てきたかよひまわりここなさんが注目やでひまわりここなさんがいいねおつまごこ4枚,ココ枚ここちゃん10枚おコここちゃんイエイここちゃん10枚だフん。テれッれレッテテテテケちゃんありがとう <laughs> そうどれだけ我慢できるかだよね 高いんだね結構前髪いい感じ本当今日はねあの雨だよもうやだーー雨雨ココちゃん大嫌いだよココちゃんは晴れ女だよ晴れ女だよねアイコンねそれなアイコンガチャもねぜひねやってほしいねおつまこでっきいのしてるおつまこあれアイコンアイコンはおつまこにしてるもうおつまこばっかり出るからね雨のピアニストそうだよ アメピー、まこちゃんのアメピーがとっても好きだよ、私は。アメのピアニストが。トゥルトゥルトゥトゥン、あ、かわいい、ありがとう。そう、こんばんまこ、こばんまこ。こ、ここちゃんカード十八枚、めっちゃ持ってるやん。すごいじゃん。 ねアイコンってね絶対無理だと思うんだけどうーんこんばんは今来ましたヤッホー乳首こんばんはイェありがとうこんばんは山山さんありがとうケイちゃんもハートいっぱいありがとうタラタタ,タラタタタタタタタコちゃんのアメピあれココちゃんのドリーンしか勝たんそうよドリーン ドリーンやからあけちゃんハートありがとうねいっぱいねおつまこさんねそうなんかね元気な歌よりああいう歌めっちゃかっこいいと思う元気な歌はちょっとカエ,ルカエルマコっていうところがあるのでちょっとかわいいんですよなんかそこもかわいいんだけどやっぱりここちゃんはアメピなんですよおつまこはアメピが一番好きですねそう <laughs> ドリーン そうここちゃんのコナこなさんのスタンプ出ないねえほんとだよねええねえナルピーね聞いてくださいナルピーさんからねあの動物の森でねナルピーさんからねあのー、もらったんですよカードカードやないわ <laughs> あれやわあのカードやないまユちかさんいいねありがとうございますあのー、ごめんねジュエルの靴とあのー、靴下をナルピーさんからもらいました嬉しい ねお手紙で届いてたのもうここちゃんなんかポスト見たら急にナユビさんからお手紙が来てましたうらやましいでしょこんばんはありがとうございますコナさんに打ち首されたいあいいぜじゃあ打ち首やねんそう打ち首よ <laughs> そううれしくてしょうがないぜそう ココちゃんはつくれんもんだってここちゃんは苦手だよまさぽむさんハートありがとうございますこんばんはそう手紙付きってのが <laughs> 違うんんってでも手紙にはなんかちょっとこれはね手紙には「あの、ごめんねジュエルの靴下」みたいな「ジュエル靴下」って書いてありましたあの特に内容はあの書かれておりませんでした「ジュエル靴下」って書いてありました <laughs> オールグリーンさんありがとうございますハートうんね <laughs> え何ココちゃんに手紙書いてたけどえいいやよ途中で書くのやめましたやめないで最後まで書いてよココちゃんに楽しみ待ってますねじゃあ待ってますお手紙ねそうねごめんねちューのね靴下めっちゃおもろいなケイちゃんありがとうそう <laughs> そうよ そうなのよ。あの、なんか、なんかさ、普通に何だったんだろうね。ね。たーた。イェイ。あ、なになに明日、明日やないで。30日達成のパーティーは夜ですね。夜からしたいと思います、30日は。ありがとう。次で、ね、名古屋行くとかお手紙持っていくよ。ほんとありがとう。ナイアの顔、え なやの顔？<laughs> フフ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 え電車で読むからココちゃんがココちゃんが電車でさ公開お手紙を読むから恥ずかしくてさ書いてくれないってことですか悲しいです <laughs> 日夜の夜にするよ30日はえなんかいっぱいしたいんだけどいいと思う ぜひ待っておりますね。声に出して読みましょういや,いやえでもココちゃんね割と多分ね勝手に声に出してねそう読んじゃうんだよねいいと思うほんね。いいと思う三時間ぐらいそれは多くないですか <laughs> そう電車の中でね音読しちゃうんだよね そう手紙って今届く届かないよ今はうん今はね届かないのここちゃんのお家に届けてくれたらいいのにそう <laughs> 電車の中で音読しちゃうからね手紙を電車でそう披露しちゃうんだよねえポムポムぐっちゃん ね何ね、おつま子がさ飲んでたからでしょ絶対ねおつま子とねえこれちょっと自慢なんだけどセイバーなんか T サンダルもありがとうポンポンぐっちゃもありがとうねなんかおつま子がね今日けんちょ電話したのよおつま子がショールームする前に電話しててココちゃんと <laughs> そうそれでなんかポンポンプリン買ったよみたいなポンポンプリンの,あのジュースみたいなの買ったって言ってその時ココちゃんお散歩してたの今日はココちゃん今日お散歩してて やこ,こちゃんも飲みたいなって言ってもうだから遠くのファミリーマートまで買いに行ったんだよ <laughs> やばくないですかこれめっちゃ歩いただから今日ありがとう28日経ちましたありがとうございますパチパチありがとうしげちゃんありがとうひろさんもありがとうパチパチイエーイありがとうね28歳だもうだ,だだだ ローストマンさんありがとうございますマルチカさんありがとうございますオールグリーンさんありがとうございますミヤンさんもありがとうございます <laughs> そうポンポンぐちゃんもありがとうね鬼山さんもありがとうケイちゃんもありがとうそうココナーさんの家からファミママンめちゃめちゃ遠いよ帰りお迎えしてもらったもん <laughs> これはやばい帰りお迎えしてもらったやばくないですかこれ <laughs> 帰りが遠すぎてお迎えを頼んでしまいました ボリ,グリハマーさんありがとうございます誰もありがとうそう28歳うんそう <laughs> だからポンポムを買うったんですよポンポムそうポンポムを買いましたもう飲むのが楽しみねおつまこの感想をねあとで聞,か聞きたいと思いますはいウゆ <laughs> さんタコありがとううん誰がタコやねんやねん 学校なくて暇だからバイトするねんええ偉いやねんでもココちゃんもねいつかはバイトしてみたいって思ってるねんねふん <laughs> サンリオ総選挙に投票してるのしてないぜどうせ1位はシナモンシナモンやと予想やねん伊佐弘さんありがとうそうこの朝さんバイトしてみたいよねありがとうシゲちゃん何バイトしたいなんか 何がいいかなえ、でもここちゃん、将来の夢みたいな。昔のね、なんか、これを見てほしいね。これ。<laughs> これさ、将来の夢が書いてあります。<laughs> 将来の夢は働く人って書いてあります。えー、なんかこれ、小学校の頃書いたんですよ。書いたんですけど。 そうです <laughs> これはびっくりよねなんか小学校6年生のあの何卒業みたいなところ卒業をした時に貼るみたいなやつになんか「働く人」って書いてありましたやばくないですかみんななんかもっとちゃんと絶対書いてたと思うんですよだけどここちゃんは すごいなんか働く働く人もう,もう叶い叶っちゃいましたね誕生日迎えましたおめでとうおめでとうそう叶いましたねそうですよとっても叶いました偉いねそうだ偉いでしょありがとうけいちゃんハートありがとうございますえなんかすごいさ変なことばっか書いてたんだよねこれ。 え、なんか、そうこれこないだあそうそうそれは写真ないんですけどなんか「あけいちゃんいっぱいハートありがとうございます」なんか今実は内緒にしてることみたいなゾーンがあったんですよなんかそこになんか「携帯が壊れ気味」みたいなんそんなの隠さなくていいじゃないですかなのになんかその今今実は隠して隠してることはあの <laughs> 今携帯が壊れ気味みたいなえどうでもよくてびっくりしちゃったそれ見た時なんか小学校からねやばいんだなって思いますねそうひらちゃんいいねありがとうそのころから携帯持ってたのかそうだよここちゃんは小学校から携帯を持ってましたねそう、うん、びっくりだよねそんなことがあるかみたいなびっくりです 本当に <laughs> シャーメンさんありがとうございますナウイそうコナさんこんばんはこんばんはナウイそうみんな携帯持ってたよココちゃん携帯デビューは小学校の頃ですあれだけどねなんかそうみんなタッチタッチでできるのよねえちょっとみんな分かってほしいねんけどあこんばんはそうタッチやで タッチでねできるんだよ LINE とかあの w i フ f i がないと使えないみたいなあるやん <laughs> あれをみんなで使ってました岐阜の子はあれはねそう LINE もできるのよタッチ三つばちさんありがとうそう、みんなでタッチだよありがとう三つば分さんありがとうそうツいンやで今日は太鼓鳴らして通ってたいや旗やったで旗 交通安全の <laughs> そう岐阜の子はタッチえなんかタッ,チだタッチ持ってたなんてさなんかねココちゃんの仲いい子はタッチを持っていたねなんかでも外系なんかねなんか <laughs> 外の外で遊ぶ系の子はもう何も持ってないのマサブさんありがとうございますそうなんか難しいですね ギフ Fi、飛んでる飛んで,飛んでるよ岐阜の w i f i ココちゃんち w i f i あるで w i f i のパスワードをね教えてあげるじゃあ今から探し出すねココちゃんちの w i f i のパスワードを教えてあげちゃうなんかこの間写真撮ったんだよね <laughs> そう言わないでおここれはダメ w i f i のパスワード ダメかなそうでもさヒントじゃあつないじゃうよそうだよつないじゃうよつななんかっにつながれちゃいしてもさわかんないよゆういちろうハートありがとうございますでもさ隣のさ家の子とかはさかつなげれるのかな隣の家だったらさ Wi−Fi つながれそうじゃないね けケちゃんハートありがとうございます。<laughs> Wi-Fi スポットね。パスワードパパパスワード近所の人はね使い放題。でも結構さ隣隣の家な,なんかね隣の家のこか,かわ可愛い,いとっても可愛かった。<laughs> ここ何ちここなん なんちここのなンチやでユーチューバーさんかわいいありがとう隣の家結構近いんですよ私うんそんなことないかえ <laughs> 隣の子かわいいんだ <laughs> これはねそう隣の子かわいいんだ やっほー長野県は隣だから届くかなあいいぜえなんかさめっちゃさ w i f i なんかさコンビニの w i f i ってめちゃめちゃ腹立ちませんかなんか名古屋にいてすごい思うんだけどなんかなんて言えばいいんだろうなんか名古屋の w i f i がすごい腹立たしいのなんかなんか勝手にさ繋がってさ勝手に繋がってさ勝手にさなんか何にもできなくなるからさなんでなんでと思ったら w i f i が繋がってるみたいなちょっと だよ本当にこれはやめておくれ勝手に繋がらないでおくれ <laughs> ポンポングッちゃんありがとうこっちゃん1番ばんいステッチありがとうそうよなんだんだろうあれ名古屋に来てすごい謎だったもんそう勝手に繋がるんですよゆういちろーありがとうそう設定からねァイを切っておきますあそれわかるでしょでしょでしょ,でしょね <laughs> ピンクにはありがとう これゲスやで、ゲス。ゲスっていうさ、ブランド知ってますかめっちゃ可愛いんですよ。なんか可愛いと見つけちょっと三角みたいな感じですね。<laughs> ゲス。ゲス、ゲス。ヒゲセいちゃん可愛いありがとう。ゲゲゲゲゲゲフラミンゴのピンクね。これはちょっとフラミンゴ系のピンクなんですよ。そう。チゲちゃんありがとう。ゲスのお清み そうよ。<laughs> ブぶれさんありがとう。ちょっと内案ぽくない。これちょっと今日内案ぽくないですか？ないよ。ないよ。そう。今日は内案系タイプでそう。これは境で着られるよ。フラミンゴ可愛いかったよ。可愛くないわえ。で、ね、もお局にねえ。これめっちゃおもろい話。あにやありがとうございます。 ケイちゃんもありがとう。ヒロちゃんもありがとう。ヒロちゃん <laughs>、ヒロちゃんって言っちゃったんだけど。なんか、なんだっけ。<laughs> 明太なよ、ちゃうわ。なんか、あれですね。ほっ、ほっ。ね、あの、そう、おつま子にフラミンゴの写真をいきなり送ったんですよ。さあハさんありがとう。ゆういちろうもありがとう。そしたらなんか、えっ、なにみたいな。めっちゃ可愛かったから、その反応。 ちょっとと今からね読みたいと思い思ますえ何これえ、おつまあのおつまこ子に急に送ったんですよ写真をねそしたらはいおつまこ子が「えな何これ?」って来て「フラミンゴだ!」みたいなってなって「かわいい!」って言ってくれましたおつまこ子はでそしたらこうちゃんが「中学2年生の時に作った伝説のズボンだよ」って言ったらそしたらなんか「手作りなんだ!」みたいな <laughs>。 え手作りなんだって笑ってました可愛いっていう話をしましたえ聞いたなんかねまこちゃんちょこれも <laughs> こ,こちゃん怒ってるんだけどあのまこちゃんがそしたらなんかまこちゃん昨日さ心ちゃん夜中にねまこちゃんとあのゲームをさ通信したんですよそしたらなんかこ,こちゃんはおつまこの村でなんかおつまこの村の外になんかベッドみたいな なんかハンモックみたいななんかなんか寝れるやつがあったんですよそしたらなんかっ「っていきなりさ「おのでおのでいきなりみたいなやってきてえなんかそう「内首」とか言ってこう頭の上にさ「内首」って書いてあってで内首されたんですよ急に急にさ <laughs> そううつ子結構急に。 急にそういういことししすかからもうびっくりしたよねなんか動物の森でも打ち首をされて <laughs> しまってでそれでココちゃんがもう急にねふんってもう起き上がってでココちゃんも斧に最初は何も持ってなかったのね動物の森の中ででそのまま斧を持たずにいたんですけどもうそれでやり返したって思ってもうふんって起きたと思ったら斧をトゥルリーンって出しておつまごを追いかけてふんふんってやってたら。 なんか、おつもこに強制終了させられて、自分の島に帰らされたので、もうちょっと悔しいんですよ。これはね、そう、ただのね。打ち首鬼ごっこをしてしまって <laughs>。そう。そしたら、強制終了しちゃった。<laughs> お開きだよ、お開き、強制お開きだよ。怖いよね、これ。もう、すごいでも、楽しかったよね。おつもこ、急にそういうことして出すからね。びっくりだよね。 <laughs> そう「アファイターありがとう」「もうそんなことがあるか」みたいなめっちゃ面白かった <laughs> っていう話ですそうまこちゃん悪気はないよそうだよそうだよ <laughs> ねっ「ゆうちありがとう」そう全然そう平和じゃないんですよね全然 <laughs> びっくりしちゃった 打ち首されましたお妻子に内ちまこ打ま <laughs> こされたんだけど今日は内ちまこをされましたねとても面白かったです <laughs> そう面白かったなということでねお妻子も意外にねそういうことするんだよっていうお話でしたこれは <laughs> これはねちょっとびっくりだね ありがとうございます。はい。ケいちゃんありがとう。ナルピーさん <laughs>。ナルピーさんとの面白い話もあるんですよ。なんか、なんかナルピーさんの村になんか、娘の住人みたいなのがいるんですよ。それをココちゃんが、なんか勝手にスコップで、あ、囲んだんですよ。動けないようにね。あ、有望さん、ケいちゃんハートありがとう。そしたら <laughs>、それで、なんか、そのまま放っておいたのね。 でもうココちゃんお風呂入るんでもう帰りますねみたいなで帰ったら <laughs> そう帰ったらさココちゃんも帰るじゃないですかそしたらもうナルピーさんの島のさそのココちゃんが <laughs> ココちゃんがちょっと意地悪したその住人も一緒に消えちゃったらしくてココちゃんと一緒にヒュンって消えたらしくて。 なんか急にナルピーさんだけぼっちに海岸で一人ぼっちにされてそう一緒に一緒にねそうココちゃんと共にそのブサイクな住人も消えちゃったらしくてナルピーさんは一人寂しく一 <laughs> 人寂しく海岸に取り残されてなんかココちゃんに後から「なんか消えた」みたいな「えなんかあの住人消えちゃった」みたいな話がしてナルピーさんがねちょっと寂しがってました <laughs>。 ーちゃんハートありがそうその住人はねどこに行ったんでしょうかココちゃんと一緒に消えてしまいました <laughs> びっくりだよほんとにちょっとねほんとに面白いんだけどとても面白い派ででしたね絶対遊び方間違ってるでも最近はねココちゃんやっと島クリエイターになれることができたのですっごいねすっごく。 あの楽しいでもなんか村が村に作るの結構むずくないですかって思いますココナ好き <laughs> なおくん急に告白絵をあれめっちゃ楽しそうえー、<laughs> ココナさんの遊び方にびっくりだよえでもちゃんと一人で島にいる時はふ <laughs> んってやってあの何川をねなくしてってます今 <laughs> ね、島、荒らしに、島は荒荒ららさんよ、荒らせないよ人の村はね <laughs> そうおつまこおつまこだよ <laughs> ねすごい面白い釣りとかしてるよ今日さっき釣りしたんだけど鈴木しか釣れんからめっちゃ腹立つなんか鈴木が鈴木ってやだねなんかそうこれおつまくに言われたんだけど急になんか 鈴木が鈴木釣ってるみたいなおつまこやめておくれおつまこもねそういうこと言うんだよあの人あの人そういうこと言うからね意外にどういうことですかほんとにねあおりまこだよあとうとうありがとう鈴木だけに <laughs> そう鈴木だけにだよあおりまこするからほんとにめっちゃ可愛いんだけどもう最近ねまこび可愛くてしょうがなくて <laughs> そう すごい可愛いんですよ <laughs> こんばんはなんかダジャレダジャレ好きっていうかなんか急にそういうこと言うからもうかわいいねめっちゃおもろいえなちゃんはえなちゃんは知らんなえなちゃんも動物の無理やっとるのかなやっとるのかちょっとフレンドリーマートなりたいと思いますねこんばんはこんばんは <laughs> シャヘンさんありがとうえそれ言われてココちゃんなんて言ったのえなんか怒った気がする「佐賀言わないで」みたいな怒った覚えがありますねとっても大阪の広瀬だよかわいいありがとうね」やってるんだじゃあフレンドになりたいねとっても悩んの島はあらさだが合わせないのよ他の島はあらせないようになってます物とか動かせんしね じゅんんハートありがとうココちゃん大好きえっゆういちろう急な告白よココちゃんとまこちゃんを知してると楽しいほんとイエーイゆういちろうハートありがとうやめておくれそうよ <laughs> 最近ねえなんか最近何なんか急にココちゃんにさ告白してくるの何なんかときめくんだけどやめておくれココちゃんがときめいちゃうでしょとってもびっくりよふ <laughs> ふ えー、そうなんだあれ <laughs> 急な告白はやめておくれいいねありがとうね先輩の島には行かないのナルピーさんやな、ね、ナルピーさん行ってるわよそうやめておくれだよココちゃんコナコ愛してるねさっきからさなんか急な告白やん <laughs> 最近夜になるとココちゃん配車待ってるジムがいますえっの通報の通報 最ひめた,たんはねなんか最近あんましゃべってないな確かに通信したいひめたんの村行きたいなんかこの間行ったのかでもね,ねときめきここちゃんだよときめくときめくここなに恋なあれ <laughs> ここなに恋してるここなに恋だよえコここちゃんのここなに恋やん <laughs> ね いい感じ何コ,コナさん明日は象徴配信頼んますえ無理だよだってさコちゃんはすぐ二度寝をしてしまうのよゆうぼうさんかわいいありがとう明日あでも朝配信もいいよねでもね明日はね雨だから起きれないと思うねゆうぼうさんかわいい,いっぱいありがとうね衣装はどんなの作ったコちゃんは衣装とか作れんよえなんか <laughs> なんかうちゃふざけてなんか みたいなのを作ったのでね。とっても。あ、でも、あ、のりひろじょう、のりひろじょう、タコ、誰がタコやねん。ありがとうございます。ゆいつらを張ってぷ、ありがとうございます。あ、でも明日はさ、年中無休か。あれでしょ、年中無休やろ、明日は。土曜日やから、年中無休だよ。だから、いい感じ。<laughs> 明日は年中無休の日だイェーイそう。ありがとうございます。そうで、明日はね、お昼とかがいいな、じゃあ。明日はね、じゃあ夜ではないと思われる配信はね。明日は夜ではありません。よろしくお願いします。ゆうチちろうかわいい、ありがとうみやもたこ、誰が得やなありがとうね。そう。 あでも夜しか見れんかなみんなやっぱ夜がいいかなえっ夕方とかどうよ夕方とかどうよ <laughs> 年中無休の日とはえっとあの一日中ショールームができる日はあの年中無休の日って感じさ夜がいい夕方でも大丈夫なんか口の中口の中にさなんか入ってたんだけど今 しげちゃん誰が得やねんありがとうございますそうええー、お昼はお仕事だから見んえんえじゃあねん寂しいはっ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 まあ適当にまあまた言いますねはい唯一おはとありがとうひろさんタコ誰が得やねんありがとうございますそうでででで ティー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 はい <laughs> 口の中から鰹節のどくのどからねあのねこちらに来ました鰹節がゆうおさんありがとう大阪の広瀬だよとあがとやねありがとうありがとうやねんとってもとってもとってもありがとう夜が一番いいやっぱ夜か でもじゃあまあまあ2回やればいいやん。2回できたらするな明日は。あ、それは嘘かもしれないけど。はい。<laughs> 嘘つき野郎だよ。最高。ジ然ンジェンありがとう。ゆちらさんありがとう。そう。マックに行きたーい。ね。お任せし,しました。ありがとう。そう、夜もしたいけど、昼もしたいやん。じゃあ2回しよう、みたいな。 いう考えがある <laughs> ねっそう大学とかやね可かわいすぎほんと大学とかやねん <laughs> そう明日マックね明日マック行こうよ明日マック行こうよみんなみんなも明日マック行かない行く,か行くしか行くしか行くしかなんか踊りたい気持ちあれ <laughs> 急な告白やんそう マックはまやさね朝マック最近ねここちゃん的にはねあの朝マックがとっても多いね朝マックえめっちゃうらやましいやんハシドポテト美味しくない朝マック <laughs> そうだよダメだよねお家にいなきゃ自食やからドライブスルーならいいんやないどう思うねマックに行くならドライブスルーにしましょう ねえハチドポテトとか朝さおいしいやつ結構あるやないそんなことないかあ確かにパンケーキめっちゃおいしいよねパンケーキが一番おいしいと思われるあのさりんごりんご味みたいな <laughs> ねえ今日花粉やばくないえなんか今急に思い出したんだけどあの急に花粉がやばいことに気づいたんだけどえ、今日は本当に花粉がやばくてあの昼間昼間に。 もうくしゃみと鼻水止まんなくてもう私はもう鳥になりましたはいもう本当につらかったそうコちゃんの記憶がねそうだよゆうちろうはとありがとうそうだよコちゃんは鳥やでピヨピヨやでふふコナさんこんばんは初見さんクリーありがとうコちゃんは今羽ばたこうとしています ていいうことで、ね、羽ばたかせてもらいました。<laughs> そうだよ私たちはなんかすだつなんかさ中学校の頃さ中学校じないわ小学校の頃なんかすだつみたいなこと言うやないなんかねちょっと覚えてますねだだただだありがとうみやんありがとうミックさありがとうございます 雷が落ちまくる、ね、気をつけてね。雷り,りありがとう。<laughs> ね鳥スタンプ、鳥鳥のスタンプないのありがとう、ゆうちゃんさん。ゆうばさんもありがとう。羽ばたけ、羽ばたけ、それは水面もダンスやん。羽ばたけ、羽ばたけ、やで。そう、ありがとう ありがとうございます羽ばたけ羽ばたけててててはっはっこういう振りがあるねこうやでき <laughs> ーきらラと光るなんで知ってんだろうみなもダンスみなもそう楽しかった修学旅行そうだよ ありがとうございます、YouTube さん。ハトありがとうございます。ね、楽し初見です、愛いです。ありがとう初見さん。AD、ADK さん、ありがとうございます。初見、イェーイ。そう、鳥の慌たになりました。おー、すごい鳥だてれてててんてん。デ なんかこういやないなんかカップリング with めっちゃあの音好きやねんいつもの君はえそうめっちゃ可愛くないですかそうめっちゃ可愛いよないよやったことないですよ ななしんかさ「ふんふん」っての子が好きえあれ好きよねみやんまさかのあれ好きだったのねえ <laughs> みんながしいえなんか <laughs> ね座るとこかわいい確かにもう全部かわいいのふんふん フェスティバル公演はマジでむずいえ、女神が一番むずいよあれはてんてんてんほっぺつねる好き確かにね女神え、女神やばい <laughs> 女神が一番むずいえ、狩りもむずいし結構難しいね <laughs> 頭、頭めっちゃ好きなんですよ重力シンパシーとかめっちゃ好きですよふっくんはたんありがとう S, S のダンスメドレーえなんかどっちもむずいけどどうなんだろうだえたぶんね多分なんだけどえでもダンスメドレーは前半がめっちゃむずくないですか前半の人難しそうゆチちろうはとありがとう <laughs> おな<名>わ<前> <laughs> いい声めっちゃむずいよなんかもう全部むずい <laughs> 鳥になりました。ガチの鳥やんそれそう <laughs> いや許可衣装かっこいいえ衣装めっちゃかわいいですよねいい公のバラえバラもむずいひーたんたんありがとうバラは、うん、むずいなコちゃんはああいうのすごい苦手なのなんかバラとかよりあの頭曲とかの方が好きやねん君に。 やでねえ1シンパシーってどういう意味ねね、16シンパシー君に重力君に重力シンパシー めっちゃむずいなんか難しいねどういう意味なんだろうね <laughs> ねえスコエンエスコエンエスコエンええ重力であそういうことかすごいいい歌ええー、君に引き込まれるなるほどねすごいね でも、本当にいい子やわ、女神がやばい。えっ、狩りの感想めっちゃかっこよくない。ぴん。ぴん。めっちゃ狩りの感想がやばい。もう超早い。はは。めっちゃ早いんですよ。<laughs> 狩り。狩り。そう。 えー、えってかさあと10分なんだけどやばいカリ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 やめておくれそうよカリカリよ <laughs> そうありがとうございますゆうちょろう そうだよ今日ウィンブルドン聞いててこの歌詞の主人公やばいやつウィンブルドンえ確かにだよね知らない知らない人にさ連れて行ってなんか最初ここちゃんねウィンブルドンを何か知らなくてどこやねんなんかイタリアのさ街かと思ってたもんイタリアの街へさ連れて行ってほしいのかと思ってさん <laughs> やねんウィンブルドン はあの絶対イタリアの街だと思ってた絶対に絶対に。<laughs> そしたらなんかさテニスだったんだけど、そうイタリアの街だと思ってたなんかテニスのさ話だった。イタリアの街へ連れて行ってほしいのかなと思った。テニスに連れて行ってほしかったんですね。そう。ふれふれふれ。ね。<laughs> イタリアへ連れて行ってみたいな感じかと思った。 ねフレフレフレ、ね、頑張って <laughs> イギリスなんだあ一応イギリスってことかへえココちゃんのウィンブルドンえウィンブルドンもうドリーンやからココちゃんはえ本ほんとにココちゃんの多分世界で一番謎なのはココちゃんがグローリーンをやったこと <laughs> ね鉄つなのオレンジえそれなココちゃんオレンジの衣装の方が好きなんだけどそうなんやってそうなのよそう大阪の広瀬だよありがとうん、そうオレンジ <laughs> 一回最前でココちゃんのドリン食らったことあります、えー、ドリンだよ ありがとうございますケンタハートありがとう YouTube もありがとうまたグローリーは本当にバックドさーー大好きそう何回かやってるねそう何回3回、4? 3回ぐらいやりましたねもう悩んさん悩んさん <laughs> 照れてるもう泣きそうだったもんここちゃんもグローリーの時ああここちゃんやッホー まっすーさんありがとうございますサイリも他の子言ってたけど悔いそうでした変えておくれ <laughs> こーちゃんも泣きそうだったもう本当にね泣いてないよ <laughs> ありがとうございますハートいっぱいありがとうまっすーさんそうめっちゃもうめちゃめちゃそうもうそうなやんさんとかにめっちゃ教えてもらって ナルピーさんセンターの時違うぜナルピーさんセンターの時はココちゃんはバックダンサーでもう急いでたすごくえなんかそうナルピーさんとさ倉島さんがさすごいいい感じになってた時はあれは本当に安藤が見た時はココちゃんはあのー、本当に感動したんですよなのにココちゃんはその時バックダンサーでその感動してるもう着替えに一生懸命であの頑張,っ頑張って着替えてたんだけどそう だからねもう気づかなかっただからまあなんかバックダンサーはみんなちょっとあのあのね泣いてた状況を知らないからちょっとまぬけな顔をしてるところが注目やねん <laughs> 注目よまぬけなところがねそう,そうそうそうその後そうナリピさんもそうもらい抜きしてそうそうなのよそうそうなんですよちょっとめっちゃそうあれは感動とっても感動そう <laughs> すごい感動あの動画あるからあれ <laughs> くれくれお手遅れそうセンターした泣いちゃうよねそりゃそうさセンターした泣くぜ <laughs> あれは <laughs> やっぱみんな泣いたよねココちゃんも泣いたよもう感動それ泣くぜそんな急にさ手をつながれるなんってココちゃんも泣いちゃう <laughs> そう同じポイントで感動できて本当なんですよそうなんですよ本当にはいほんに見てほしいもあれは大好きそう <laughs> はいありがとうねそう泣くよ配信終わりそうねということでランキング読みたいと思いますはい13位 鬼山さんありがとう。で、十二位がケイシロウさんありがとうございます。で、十一位がタロタンありがとうございます。で、十2位がアルテマさんありがとうございます。で、九位が油壺ラツさんど。どうやどうやどうやです。ありがとうございます。八位がユウボウさんありがとうございます。七位がミアンさんありがとうございます。六位、オールグリーンさんありがとうございます。で、五位が ひろさん、ありがとうございます。で、四位がお父さんさん、ありがとうございます。で。三位がじゅんじゅん、ありがとう。で、二位が、何、ぼうぼう、ぼう、ありがとう。で、一位が、しげちゃん、ありがとうございます。いや、とっても楽しかったんだけど。とっても楽しい配信でした。ありがとう。とても楽しかった。鳥になった。<laughs> もう超鳥なんだけど、もうなんか鳥の気持ちって感じ。 ありがとうね、明日もよろしく、はい、こちらこそね、見てくれて、本当にありがとうあ、十七位忘れてたよ。まだ神経あるからはい、今日も神経、今日も神経があるんだって。で、十七位、デゥルドゥルドル、ミニチョッパーさん、十七位、ありがとうございます。イェーイ。ドゥルドル。神経、今日も、本日神経2本、2本になりましたね。ちょっと生まれ変わって、あの神経は2本になりました。ということでね、今日も、本日も、いきます。 あ,ーじゃあしということでね本日は2本になってるんではいこちらをプレゼントしたいと思いますこちらは内首でもらった神経です2本あるのでねもう1本は誰にしようかな今日は何の日ですか今日は17位ということで17位 <laughs> 17位ももう分もありますまろ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  も十七位なのでね。ということで二人で五十七位と十七位でどうぞ。だー <laughs> ということでねはい神経が今日は二本です。ありがとう。こちらは本当にありがとうございます。ありがとうございますはいこちらこそありがとう。今日は五十八やとおった惜しい あのでも壇上もとっても嬉しいよありがとうね神経欲しいいいぜじゃあたくさん今日から糸を見つけるからじゃああの壇上の人にもちゃんと神経をあげたいと思いますこれからはいどこにあるの神経ってどっから出てきたんだろうここですかどこですか神経をね <laughs> 初めて見たもん。ありがとう初壇 <laughs> ということでねたくさんの神経を探しておきたいと思います。ありがとうございます。<laughs> はい部屋にさ落ちてないんだよねどこから出てきたのよ教えておくれ教えておくれ。ということでねはいもうみんなにもあげるじゃあ13位に森山にもあげる。 そしてケイシロにもあげるそしてタロタにもあげる10位アルテマにもあげるアブラッツのヨジョンもあげるユーブボさんにもあげる七位のミヤスタにもあげる六位の大イさんをあげる五位の広さんにもあげる四位のお父さんさんにもあげる三位のジュンジョにもあげる二位のボーにもあげる一のしげトにもあげますイエーイねもうこっちはもう 本日も2本もあるので、太っ腹なんですよ。今日はね。たくさんの神経アピール。ブーン。ということでね。たくさんの神経を。あ、ね、ハートになってるよ、神経が。ね、見て見て見て。<laughs> 見えないんでした。なんか神経がハートになってるの。でも見えないの。 悔しいこれは写真を撮っておこうあ見えんわということでねもうすぐ終わります配信が配信がもうすぐ終わりますバイバイまだかまだ終わらんかハートの神経はメールで送りますはいももめで送るね楽しい時間あっという間ね初見さんなのにありがとうね見てくれて最後まで嬉しいなあ会えてよかったこちらこそ もう今日はぶちギれ配信にしよう。大祝やるあ、やるやる。今日は大祝しまーす。今日も大祝したい。じゃあ今日は大祝するね。<laughs> ハートのベクトルおっ、バイバイ。一緒に帰ろうね。あと10分。もう今待ってるね。はい。ありがとう。見てくれて。バイバーイ。大祝で会おうね。スクショタイム。うん。ありがとう。